第2回ティルのメイン武器は本当に操縦痕なのだろうが、よいしょって。始まりました。第2回、ティルのメイン武器論争。前回ね、なぜか知らないんですけど、まあ、操縦痕が3位と。ひどいことになりました。あのね、原因を考えたんですよ。ちょっとあれから自分の動画を見返して原因を考えたんですよ。モンスターとの狩猟では、とにかく頭を狙うことが重要である。うん。とにかく頭を狙うことが重要である。とにかく頭を狙うことが重要である。とにかく頭を狙うことが重要である。それにおきまして、私は、操縦痕で何をやってたか、足を切っていましたね。そらタイムも遅なりますよね。うん。足切ってますもん、操縦痕でね。うん。それじゃあ話が前に進みません。今回は、頭を狙うことを意識、そして頭を狙いやすいモンスターに焦点を当ててみましょうということです。今回はね、相手にするのはね、ジンヨウガということにします。ジンヨウガは頭が低く狙いやすくって自分も攻撃パターンがある程度分かってる。なんで、今回はジンヨウガの相手にします。また氷弱点。で、今回なんですけど、使う武器は、まあ、この前、刀剣はね、もう慣れ、なんか、刀剣はもはや一番下なの分かってて使ってたんですけど、今回は刀剣なしです。操縦痕、弓、スラッシュアックス、双剣でいきたいと思います。双剣使ったことあんのって言ったら0回なんですけどね。今回は枠に双剣を用意してます。ただね、このままスラッシュアックスといいね、まさか超えることはありえないと思うんですけどね。まあ、操縦痕はね、せめて、まあ、1位、ぶっちぎりの1位をね、目指したいと思います。はい。で、ね、もちろん今回もね、狩猟ルールとかをね、ちょっとじゃあ概要欄、今の画面に載せとくから、うん、これの熟読の上ね、このルールの上に沿って、狩猟を行いたいと思います。まあ、正直ね、皆さんね、ね、メイン武器は僕は操縦痕だと言い張ってんのにね、皆さんはね、聞く耳を持たない。うん。なので、実力で証明するしかないですよね。ジンヨウガという相手にとって不足はないっす。まあ、得意な相手なんでね、立ち回りもある程度分かってる。なんで、今回はバシッとね、操縦痕が1位をね、ダントツの1位を叩き出して見せますよ。さあ、始まりましたね。操縦痕での狩猟です、まずは。まずは、ここの操縦痕が、まあ、基準のタイムを作るというわけですよ。まあ、ノーカットでね、お送りします。前回と同じようにね、ノーカットかつね、迅速な立ち回りを心がけていきたいと思います。まあ、とにかくね、頭を狙うことが肝心なんでね、頭を狙って、攻撃をしつつ、ジンヨウガを早めに沈めましょう。頭をね、攻撃して。そう。今回はね、ジンヨウガは頭狙いやすい相手だし、攻撃パターンもある程度分かってる。なんでね、まあ、ちゃちゃっと討伐して1位になっちゃいましょうや。じゃあ参りましょう。よう、ジンヨウガ。調子はどうだ？頭を狙う。とにかく頭を狙うことが肝心である。よし、行きます。ちょっとね、また喋らなくなるよ、今回もね。いて、なんだ？尻もついたんだけど。あー、食らった！ちょっと食らうべき攻撃ではないもんで食らってんな。頭を狙う。頭を狙うことが大事。で、ここは逃げる。蜂のように舞い、蝶のように刺す。ん？何を言うてるんだ？お前は何を言うてるんだ？とにかく頭を狙うことが肝心である。ああ！まあ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 、仮に、これ雷属性あれでも気絶、なんないから。気絶耐性入ってくからな。大丈夫大丈夫。落ち着いて相手の動きを見て、ね、一番にタイムロスをする原因がね、俺は分かってる。攻撃を被弾することなんだよ。一番タイムロスは攻撃を被弾することだから、食らわないに越したことはない。うん。そうそうそう。この時はちゃんと弱点取れるからね。
焦らずね、攻撃をしつつ焦らず攻撃をしていくことが勝利への秘訣というわけですよ。はい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 、はい、いいよ。ゆっくりね、避けてヒットアンダーウェイよ、うん、それが一番のね勝ち方の近道というわけですよ。ここ隙あるから、このモーションの時に隙あるんで、この時に殴りましょう。いいよ。お、送流だね。うん、送流だね。どうするべきかと思うけど、ちょっと早く送流してくんない？まあでもダントツの1位を叩き出すつもりでいるんで僕。あ、おっと、これはこれは環境生物ですね。これは恵まれた環境生物。なるが来るが、よし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 。あ、おおどこ行くんや、なるが、なるが、一体何をしているんやお前は。ちょっと待って、なるが、なるがさん、一体どこに行くんですかあなた。なるがさんなるがさんちょっと待って、本当に待てって、お前ちょっと待ってって、何しに来てんの本当に。ちゃんとやって、ちゃんとやって、なるが、ちゃんとやって、総中婚1位にしたいの俺は。俺は総中婚を1位にしたいの。ちゃんとやってくれ。あってはならんのよ。メイン武器なんやで。総中婚はメイン武器ってみんなにね、教えるためにも。まあでもね、メイン武器ってことは圧倒的に勝つんで、この辺りの事故は別に許容範囲というわけですよ。うん。もうそろそろジンオがね、青ライン入ってもおかしくはない頃なんでね。前もなんかこういうこと言ってたんだよ。なんか。前もなんかこういうこと言ってさ、どこ行くのよ。まあまあなんかこんなこと言っとって青ゼリー全然入らんとさ、ひどい目にあっとった気がすんねんけど。大丈夫大丈夫大丈夫。焦らず、帯電するとき、この時に頭を狙っていく。そう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 、いいよ。オッケー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 。とりあえずね、自分ができることは総中古のね、ちゃんと。だって、仮にも総中古僕400回使ってるんですよ、実は。総中古は400回使ってます。総中婚がスラッシュアックスに負けるとか、今回ね新規で追加する双剣乱造に負けたらいけないんですよ。さすがにね、そんなことはありえないと思うんで僕も。よし、とりあえずジンオの使用優先だ。どこ行った？あー、いた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 。ヤッコさん、いいんじゃねえか。逃げんじゃねえ、早く指導させろ。よしよしよし、いけ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 。まあ食らっちゃったな、ここは仕方ない。しびれ罠置く必要ある？ジンオーガに対してしびれ罠はほとんど置かんでいいのよ。無用の産物なんよロンディーね。よし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 、あ、あぶれ。よし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 、うまい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 、できてるよできてるよ。もうジンオーガそろそろ倒れてくれてもいいんじゃないかい。オッケーオッケー、できてるよ。はいはいはい、オッケー。ソチューコンでね、やっぱ狩りをしたいな。生放送とかでもさ、結局弓使ってるわけじゃん。結局弓になってるわけじゃん。それはちょっとね、自分からしてもね、続くなんで。あー、ここの方向は嫌やね。もう一回来るから、これ避けて、殴る。よしよしよし、いいよ。ノーカットでお送りしてる以上、立ち回りもわかるからね。そう。相手ね。相手のノーカットよ。よし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 。ちゃんと、攻撃できてるよ。ここは回帰両、ね、両中で思いっきり跳躍して、で、威嚇式に殴る。オッケーオッケーオッケー。ちゃんと隙を狙って殴れれば大丈夫なはず。敵の攻撃がかかってるからね、かなり。あ、これは攻撃継続できます。
そろそろ切り味やばいな。回復させたいな。切り味を回復せよ。よし。お、麻痺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 。今こそ頭を狙うとき。いけ、今こそ頭や。今こそ頭を狙うときや。そろそろ入っていいんじゃないかい。うん。まだかな。まだ入らんか。なあ、これ当たんの、なんで。麻痺のタイミングはかなり良かった。まあお供とかの攻撃がさ、誤差レベルよ正直。だからまあ何秒とかいいんだけど、分単位で違うとさすがにちょっと疑いたくなるからな。分単位で差が出るともう言い訳できなくなっちゃうからさ、頼むぜ今回は。シビリアンは設置完了なじゃないんだよ。シビリアン設置してどうすんだよ小町。シビリアンはすぐ切れるんだって。あ、弱り見える、弱り見える。さあ青ライン入りましたよ。さあ今回はね、もちろんね、狩猟を狙っていくスタイルなんで、そう、どんだけ狩猟にかけるかだから、あともう少しだね。よし、もう少しだ。いけ、さっさと倒れな。どんだけだろう、結構いってんじゃないかい。結構いいタイム出てる気がする。いけ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 。日の絵狙い、よし倒した。早いんじゃない、これ4分とかじゃない。9分。まあだって、まあ、ジーオがエスピナスに比べてね、体力も高いんで仕方ないっすよ。うん、9分ですか。ああ、想像以上にかかってますね。とにかく、頭を狙うことが重要である。さあ、2番手はスラッシュアックスです。スラッシュアックスのね、ちょっと難点が一つありまして、それはこの武器にあるんですよ。リ・コンクエスターっていうやつなんですけど、まあ、属性武器じゃないんですよね、唯一。今回戦う中では一番不利な状況と言ってもいい。まあ、なんだったらこの前のエスピナスだってカタル剣とかやってましたけど、あれも無属性ですからね。なんで、まあ、ちょっと不利な面はあるよね。さあ、ジオが。よい、ちょっとなんかさっきよりでかい。ちょっとさっきよりなんかでかいんだけど。なんかさっきよりでかいけど、気のせいじゃないと思うんだよな。さっきよりちょっとでかいよな君。じゃあさっきより明らかにでかいの来たな。困ったもんですわ。いけ、頭を狙え、頭を。はいはい、スラッシュアックスはね、だから属性がない分タイム的には不利になりやすいはずなんだよね。ってことは総中攻により早いわけがなかったんですけど、この前はね早かったです。なんでか分かりません、僕にも分かんないですけど、なんでか早かったですねこの前。総中攻より、あ、いた、回転だね、いける、いけない、あ、ちょっと待って、やばい、オツだけはやばい、オツはやばい、オツはやばい。スラッシュアックスはやっぱね、一撃一撃が重たいから、その分やっぱ当てんのに一苦労すんな。あとここのフィールドもちょっと違うんだよな。危ない、危ないでしょうが、危ねえ。攻撃できねえ。いや、次場合に来るから。
お、いいね、総流だ。いやーどうだろうな、それこれはさすがにスラッシュアックス圧勝できるのではと思うけどな、タイム的にも。まあさすがに圧勝だと思うけどね、総中コンの。まあだってメイン武器ですから。いい感じ。スラッシュアックスもね、でもね、本気でやりますんで、本気でやります。いい感じよ。いいね、増してる。横になった。いけ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 、今や。さあスラッシュアックスどこまで意地を見せるか。まあ総中コンを超えることは絶対ないと思うんですけど、まあ前回のはあれですよ、きっとエスピノスの1でもよかった。エスピノス弱い個体引いたんじゃないですかね、うん。それを差し引いても1分の差はちょっとでかすぎるけどな。逃げた逃げた逃げた。まずはね、まずは1逃げね。あ、環境生物を使ってっか。環境生物は使いたいとこではあるが、全くもって無視されてる。こっち早めに直すんだ。うんうんうん、威嚇いける。スラッシュアックスは一発一発のねガガマンジンやから。罠を仕掛けたってまた言ったけど、回転来るな、来なかったな。いやーちょっと空振り多いか、空振りが多いな。これはもう来るから、うん来るね。よし、ここは攻撃継続。いやさすがにちょっと被弾が多いね、総中攻に比べて。まあね、やっぱメイン武器との差が出てるか。メイン武器とそうじゃない武器の差が出てるかな、ここに来て。ああ、当たった。まあまだまだ青には遠そうな気がしないでもないな。総中攻の立ち回りが正直あれは良かった気がするん。左前危ね。あーこっち来なかったか。あ、これ来るね、こっちに。よし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 、いい感じ。あった。あぶねー。よし、いいよ。逃げるね。2回目か、逃げは。
ちょっとかかってるね、さすがに。まあかかるだろう。ちょっと待って、それはあかん。それは大幅なタイムロス。水没林だからこういうことが起こるんだよな。さっきのナルガ事故みたいなことになってる。ここのね、立て直しがね、めんどくさいな。ここって落ちやすいんだよね、なんか。せっかくの疲労タイミングなのに。せっかくの疲労タイムを完全に活かしきれない。ロンディーネがついに、いよいよ少し待っていてくれたまえと言い始めたぞ。スラッシャーさすがにかかるか。ほら、でもそれでもそろそろ倒れてほしいね。ナルガクルが来た。またナルガクルが来たのかよ。よし、いけ。よし、弱りは見える。さあ、青ライン入った。オーライン入ったよ。めんどくさい位置におんな。切れ味が青になってる。お、倒したー。まっ、そっちの声にはかかったんじゃないかな。いつもながら日の上同じようなもんやな。実力には驚かされるよ。総中魂ってさ、総中魂ってさ、属性使ってたよね。私はともかく、これ無属性だよね。でも頑張り屋さんですから。なんで同じぐらいのタイムなん。でもでもね、総中魂の方がこれは早かったはずですよ。誤差とはいえ総中魂の価値ということですよ。とにかく頭を狙うことが重要である。さあ、片手剣に代わり、今回の大穴開く、双剣でございます。実際どうなの？俺さあ、双剣使うの初めてなんだよ。双剣使うの魔人子の初めてなのよ。どうすりゃいいの？双剣使うのはなんと今回初めてでございます。私初めての相手が陣容が、まあ借り慣れてる相手とはいえね。でも今回の大穴枠ですよね、言っちゃえば。でもこれで総中魂負けたら俺嫌だよ。俺これで総中魂負けたら嫌だ、嫌すぎない。じゃあ行きますか。鬼人化してとりあえず X を押したらいいんですよね、知ってます。行くぜ、鬼人化して X を押しまくればいいんだな。分かってる。あー、跳ねられた。鬼人化をしてとりあえず A を押せばなんとかなるって聞いた。鬼人化をして A を押しまくればなんとかなるって聞いたよ俺は。鬼人化をして A を押しまくるだけやと思っとるからね自分。その程度の知識や、そうそう剣は。大丈夫か、このカスみたいなダメージで取るけど。まあ大穴枠とは言うたけど、ああ
非人化をしてとりあえず X を押しまくればいいんやな。非人化をして X を押しまくる。攻撃あるのみ。よし来た。ここは A 連打、 A をとりあえず連打すればいいんやな。ここはとりあえず A を連打する。これとりあえず A を連打すればいいもんや。 A を連打や、 A を連打、とにかく連打や。これで合ってんのかな。どこまで行くんやロンディーね。うわー、鬼人かな。いけ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 、おら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 、いい、押しまくればいいんだろ、知ってるぜ俺は。なんかファミリーがそこそこ使えんだよ双剣。そうそう、ファミリーがね双剣よく使ってるけど、俺もその感覚だもん。 A を押せばいいと思ってる、とりあえずなんかとりあえず基準化して A を押せばいいんでしょみたいな。そういう安直な考えしてるから。いいね、いい感じに攻めれてるよ、乗ってきたな。シュッと受けて、シュッと受けて、どこにおんの俺で、鬼人化して走って、どこ行くんや。あー、また落ちてった、また落ちてっちゃった、もう嫌、この面嫌やな、また落ちてしまった。よう落ちるんよここは。あ、移動したわ、ちょうどちょうど移動したな、これは解かなあかんね、解いで、鬼人化してとりあえず鬼人化しよう、鬼人化すればなんとかなるって聞いたもん。鬼人化してとりあえず適当に A で殴っときゃいいんだろ、双剣ってそういう武器なんだろ。全国の双剣使いの方には申し訳ないと思っている。危ねえ、初の双剣やけど、できてんのかこれ。あーあああああ、危ねえ。とりあえず A を押しまくればなんとかなるっていう武器や双剣は。これ友人が聞いたら泣くやろな、この使い方は。これは友人見たらどうやって言うんやろ、なんて言うんやろ、この使い方見て。とりあえず A を押せばいいだけの動きやと思っとるって言われたら怒られそうやな。お、いけ、ラセンザーン。あー、追いつかれた。いけ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 、攻めあるのみ。攻めあるのみよ。左、あーあーあー、最悪のパターンを食らっている。まあ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 、立て直して、落ち着いて立て直そう、落ち着いて立て直す。いけ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 、 A を押しまくれ。いけ、あー、いた。え、なんで当たんのこれ、これ当たるか。
転倒した、いけー、あれどこ行くの螺旋山当てれてねえじゃねえかよ、螺旋山当てれてないやん、もうもう攻撃食らってもうゴリ押しが過ぎるぞこのプレイこれ、こんなゴリ押しプレイでさ、総中高より上やったら嫌だな。いや、まあそんなことはないでしょ。食らうっていうのは一番の時間のロスやから、そんなことはないと思いたいけど、俺は。やばいな、逃げたな。まあでも双剣こうやって使ってみる分には楽しいな初めて双剣使う人やな、てか本当に双剣初めてだからな俺追いつかれた、やばい、死ぬ、ちょっと待って、死ぬ、危ねえ、死ぬのはさすがにやばいよ、いくらでも死んだらやばいよ、え、ガランゴルム、ゴルムが出てきたな、いよいよなんかナヌガも出てきたな、いっぱい来たな、なんか攻め時やけど、なんかいっぱいおるな、ちょもう画面が意味わからなくなっとるって、おら A 押せば、 A 押せば勝てる、おおら擬人化して A を押すだけ、簡単なことやないか、擬人化して A を押すだけや、擬人化して A を押すだけ双剣はそんな武器やと俺は思っとる どこに行ったジンオウガは、メインターゲットが違うやないか、お前か、逃げるな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 、これはかかってるぞ多分ドベタイになりそうな気がしてきた針見ても多分ドベタイやろこれげんな逃げんな、
お、倒した。何分や。お、11分は10分。話にならへん。お話にならへんやんけ。何11分45って。話、お話にならないじゃん、もう。やっぱ俺あれだね、手数武器もしかして超苦手？みんな信じていたの。いよいよ来ました。弓のお時間です。来たねー、弓。いよいよ弓ですよ。噂になっている弓です。来てしまいました。いや、これは弓が毎回上回ってくる。圧倒的だったからね、前回。もう覇者っていうぐらい圧倒的だったから。今回もジオが相手にそのタイムを叩き出してしまうのか。全くもって私は不安でもあり楽しみでもあります。こう取ることによってね、いきましょう。地味にここ見づらいのも嫌だなっていうか。当たった。どっち？影全然違う。でも弓1位になってしまいそうやな。順調そのものなんよ。順調そのものなんやんな、弓のやり方は。麻痺入ってんねー、いい麻痺入ってんねー。攻撃継続。よし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 。さあ攻撃弓切れたから、ここからなんだよね。火力は減衰すんの、火力は減衰すんのはここからか。攻撃弓がなくなる以上、
え、もう終わった。え、タイムは？あっはぁ。ちょっと待って待って待ってって待ってって、なんだよ4分ってなんだよ4分ってちょっと待ってって。え、総中高9分、スラーク9分、総研11分、弓4分ちょっと待ってくれって、待ってくれって、違うんだって、おめえ今総中高なんだよ、信じてくれ、みんな違うんだ、信じてくれ。